ます。うわ、いるじゃないですか。何中ですか。これ今旗作ってます。上位3人は旗があるんで。出ました出ました、こういう感じ。今日ってホエイト営業はないです。じゃあ皆さんこれやったらもう今日終了、表彰式終わったらもう終了。ナイキンさんはこれあれなんですか、早くから来て裏方業務してくれる。そうですね、大体毎回そんな感じです。トップ3ってどうなったんですか。指名は、1位が月上照也、はい、で2位がユグドラシュの東堂ゆりかさん、で3位がそれもユグドラシルのユウさん、売上は1位がショウさんで、次にまたユウさんで、また、はい、またまたユリカさんなんで、はい、ほぼユグドラシルに取られてるというか、ちなみに BD 管轄の純粋の年間で考えたら次がミテリアがランクインしてくれてるかなっていう感じで。会場は何ですか。会場は16時。ああ今始まるくらいかな。年間全部の東京では一回行ってました。はい、なんか懐かしいな。でも3年前に僕が会長にも大阪も表彰式をやらせてくださいって言った時、まだ全然人が少なかったんで。ちなみにこの今年の1年はどうでしたか。 BD 関係なんか終わりよければ全てよしっていう言葉あるじゃないですか。それを言うと売りかけ規制だったりとか、あとはなんかいろんなことがあったじゃないですか。そういうので結構正直あの店の売り上げとしてはダメージ結構食らったんですよ。だからあんまり終わり方が良くなかったんですよね。だけどまあ挽回するしかないよなっていうところで言うと、今3月でちょっとずつは良くなってきてるのかなと。見事にボロ負けしましたね。遅刻じゃなかった。今38度7分です。やばいやもうマジでやばいです。テレビで両方とも取れてないですけど、代打どうされますか。何の代打。表彰の代打です。どんぐらいで来るって言ってんの。いや、2人とももう間に合わないといけない。あ、ジンでいいや、ジン。ジンに言って、そんでちゃんと、あの自分で僕は今日5時半会場って言っちゃったから、みたいな。はい、言う、ちゃんと言うようにして。わかりました。時間の分割が、5時半だと思ってて、今日のちょっと表彰台立つ2人が、ベッドに立つ2人が間に合わなかったみたいな感じです。はい、行きましょう。いきますよ、いつものね、振り付き表彰式といえばあの挨拶で始まります。いきます、せーの、こんにちは。こんにちは。絶対に成し遂げましょう。残りの職業少ないですね、なんか家も借りれない。え、これ人絶対少ないですよ。確かに。少ないです。2023年度大阪支部指名部門表彰。第10位。バルバラ大阪副主任。トワそれでは続きまして2023年の指名部門ランキング、はあ、第9位。いやでもホワイトの内勤は見えたんですよ。今来てもらうだとか、まあ、自分が、まあ、女の子にちゃんと話したい内容がある。ホワイトなんで来てるの。ちょっとわかんないです。呼べる、そういう連絡して、
これちゃんとした正しいね誰が本数で、デオシオンさん今年は、今年きついかな、まあどっかのタイミングでね、そういうちゃんと意味のある本数で100本とか読んで、デオシオンさん、誰が食べたの、ゆるだらし大阪、関東さん第7位ウイスキーホワイト神宮寺レオン、同率第5位ウイスキーホワイト鳴宮志郎、ホワイトの子たちが来てないっていうことが今事実であって、大阪試合に大野ゆりか、まあ来てないのも来てないのが悪いけど、まあ、来させてない僕が悪いですよね。こういうのこの試合でここに対戦っていうのは、うん、やっぱ大阪の子ね、負けは負けなんで負けをちゃんと受け止めなくちゃなと、気持ちをたくさん受け取って、続きまして2023年度締め部門ランキング堂々の第1位、月神てるや、アルマラ大阪福祉主任ソバラー、ナイスー、ナイスー、ナイスー、ありがとうございます。今年もね、しっかりあの、まあ、一席の人とかいっぱいね、強い人が来ると思うんで、今年も登壇できるように頑張りたいと思います。2023年度売上部門ランキング第6位、まあ、ちょっと悔しいんですけど、まあ、まず言えること、完全2部で僕ら勝負してて、正直、まあ、毎回同じこと言うんですけど、環境はどうしても良くないです、もうあの歌舞伎町の2部と比べると、大阪の2部なんて、まあ、人も歩いてないしって状況が毎日あって、でも、その中でも1億売ることができて、みんなにも可能性があるよっていうことも教えたいんですけど、まあ、何より環境はまず関係ないです。もう自分で考えて、自分でどうやって行動するか、どこまでできるか、これが多分、売り上げ上げる秘訣なのかなと思ってます。今日なんか、まあ、来てないとか、まあ、いろいろ言ってますけど、ブラックね、もちろん人数は少ないんですけど、まあ、週1の倍の方が来てるし、祝われる立場側としてはすごい悲しいです。だから自信持ってありがとうってこうなんか言えない自分がすごい恥ずかしいです。もっとちゃんとこういうグループ競争っても大事にしていってほしいです。オッケーですか？イエーイ、ありがとうございました。はい、売り上げは3位でした。ありがとうございます。これなんけどね、表彰式と違って、今この場がね、ガラガラになってるなと、ホワイトとレッドが来てないのかな、多分ちょっと分かんないんですけどなんで来てないのか、理由もね、よく分かってないんですけど、今、大阪支部はそういう状況にあると思ってて、非常に悔しいし、すごくね、悲しい気持ちでいっぱいやし、去年1年は何を頑張ってきたんやろうってね、本気で思ってます。だけどそのために、ね、誰かに評価されるために、幹部に上がるために、この仕事をみんな始めたわけじゃないと思うし、少なくともね、部下のふんどしで相撲を取るような、そんな上司にはなりたくないし、そういうダサい男にはなりたくないと思ってるんで、俺はこれからもね、自分の道を進むし、テンポが違くても、同じことを同じ時に頑張れたなって、同じ場所で頑張れたなって、そういう風に思えたら、まあ、やってる意味あるのかなっていう風に思ってるんで、はい、これからも、ここにいるみんな、以外のね、ウイツキグループのみんなはね、一緒にグループ全体を盛り上げていってね、必ず業界で一番をね、取りましょう。
なんでホワイト来てないの？来ないとかっていう話あったの？いや、一応グループラインも流してて、昨日の終了でも行ってるんですけど。行くって。で、時間も行ってたの。で、その時に行かないとか話出てた？いや、出てない。特にですか？あ、お疲れ様です。食べれる？大丈夫？すいません、お疲れ様です。大丈夫？ あれやったら、あ、いや、ちょっともう言いたいことあるんで。あ、みんなお疲れ様です。冬月グループっていうのは僕が来た時には1店舗しかなくて、今まですごい必死こいでやってきて、だけど今日この現状を見て、さっき蓮や翔やもう言ってたんだけど、やっぱ自分が負けてるところっていうのはすごいかっこ悪いし嫌だし見たくないし、だけど俺が調子いい時、自分が勝ってる時、散々ユグドラシルに偉いこと言って、偉そうなこと言って、めちゃくちゃカッコつけてきて、だけど現状こうやって負けてるからって行かないっていうようなダサいことはしたくなくて、はっきり言って今現状ユグドラシルにめちゃくちゃ負けてます。それも自分で分かってるし、でも今日ここに来てない、俺が管轄しているメンバーがいないっていうのは、これはもう完全に俺の責任だし、俺が多分やってきたことが少し間違ってたのかもしれないなと今とても痛感してます。来てない人間がいるせいで気持ちよく表彰されなかった人たち、本当にごめんなさい。負けてても来てくれてる子たちに対してもそうだし、何が何でも表彰台に上がるぞと思って来てくれてた子たちもそうだし、今日というこの日に関しては本当に僕の責任なんで、そこに関してだけは、謝らせてください。ごめんなさい、すいませんでした。ただ、さっきも言ったように、僕はこのまま負けたまま終わらないんで、ユグドラシルのみんな、去年一昨年と偉そうなことを言ってきましたけど、僕がまた挽回していくんで見ててください。今日はありがとうございました。お疲れ様です。すいません、申し訳ないです。ジン、王子とテルってあの5時半開始って言ったから間違えたんでしょ。トランさん、すいません、こんなグダグダな表彰式。会長、すいません、グダグダ表彰式。いやいやいや、こういうところを乗り越えていこう。今向かってるんです。なんかあの王子とテルはそのナイキンが5時半会場って言っちゃってて、よお疲れ様でした。ショー、ごめんな、おめでとう。これがね、もっと何十店舗もあって、そのうちの、ね、今日みたいな感じだったら、まず気づきもしない、そもそも。だけど、今これからでかくしていこうってところで、1店舗、2店舗いないってなっちゃったら、やっぱ、ね、どういうことってなっちゃうか。相談する人って、自分がそうだったから分かるんですけど、楽しみなんですよね、すごい。みんなの前で表彰してもらえるから、みんなが自分のことを見てくれるぞっていう、その中で今日みたいな風になっちゃうと、じゃあもし自分が逆の時どう思うのっていう、こうやって来ることもすごい嫌な気持ちはもちろん分かるんですけど、でもそういうところから逃げてたら本当にトップに行くっていうのは絶対無理だから、中途半端な一番だったら多分いけると思うけど。違ったよ。
伝え間違いっすね。いや僕もほんまにもう来る気めっちゃ出たくて来る気満々だったんですよ。ちょ結構楽しみにしてたんで、まあ、女の子とかその登壇してる人も申し訳ないなって感じです。お久しぶりナンバー締めナンバー。そうですね。はい、まあ第一にショックですね。だし、舐めてますね、完全。僕普段こんなこと思わないし、怒んないんですけど、なんかいや舐めてんなと思って、何のためにこんだけ偉い人たち集まってくれて、僕からしたらやっぱ、ね、何のために仕事してるかって言ったら、この人たちにももちろん恩返しをしたい。何より BD がもうだってめちゃくちゃ悲しい顔してる。見てらんなかったです。今日一回も喋ってないです。逆に喋れないです。逆に。よく今日お疲れ様です。南電話しました。なんで来れないんでしょうか。実家の。なんか都合で行けない3日4日休みくださいって僕と会長に言ってきたんですよ。いや、無理で終わりじゃないですか。なんでそういうこと言うんですか。意味わかんねえから、お前どういうことする、マジで。なんでそういうこと言うんですか。意味わかんねえから、お前どういうことする、マジで。なんで許すの。いや、許すねって話してないですよ、まだ。じゃあなんで呼べよ、普通に。今すぐでも全員連絡はさしてます。だからこれで恥かくのって自分じゃん。はい。あんな目の前でみんなの前で謝らないといけなくなるわ。それでもそれがもう自分の責任だったんで。あ、大阪任されてるんじゃないの、職員。はい。会長が許可しましたって。え、それはダメだって なる。明らかなボイコットをなんでそんななんか理由並べんの。ボイコットぐらい許せないって俺は思ってどうですか。いや、その通りです。あんな前で社長に頭下げさせてる奴らどう考えたって芝居た方がいいですよ。で、それに対してなんで誰もビリだけ行くならまずいなってならない。逆に社長の顔立てなきゃって周りに思わせられてないってこと。だから普段の自分の信頼がないからこういうことが起きる。ボイコットなんてしたら全員飛ばすけどな、その日。みんな勤める人って聞くんない。別に立場とか関係なく言うよ。知らねえからそんなの。俺はサボってる上全員聞くからな。俺が別にどっちのが偉いとか知らねえよ。ミオさんだろうと誰だろうと言うか、熊野さんでも会長でも、こんなんでマジで全部壊れちゃうよ。俺はそれは絶対嫌だから。マジで何とかって絶対普通に本気出せば人に遠慮しなければ絶対もっとパワーあんのに、なんか微妙にあぐらかいてるじゃないですか。偉くもかっこよくもなんともねえから。偉いとかかっこいいとか周りが決めんだよ。お前が決めんじゃねえから。せっかく強い仲間いっぱいいたのに分散させたのお前じゃん。全員束ねて連れてこいよ。ちょっと踏ん張りどころだなと。僕の心が折れたら終わりだと思うんですけど、全く折れてないんでそこは大丈夫です。僕が大丈夫だったら大丈夫だ。大本が大丈夫だったら心配はしてるけど、はい、BD の成長期だなと思って、はい、やっぱり1店舗2店舗って普段で結構取れるけど、はい、そうですね。4店舗ぐらいになると、うん、コミュニケーション取れない。そうですね。ちゃんと見てるやつが何言ってるんだよ。はい、そうですね。マジでそこだなと思って。今そこのちょうど昔のスタイルのまんまみんなと接して、はい、ちょっと溝ができて。そうですね。あ、ごめんねね、ちょっとマジで。いや、俺もびっくりしたよ、本当に。もう出るでしょ。はい、出ながらの、はい、行きましょう。いや、マジでなんか、これでも表彰式行かなくていいっしょみたいなノリを作ってしまった根本的な原因が俺なんですよ。別に行きたいやつだけ行けばいいじゃんぐらいの感じのあれを作っちゃったから、それが実際の現場感との重みと違ったっていう。ただその軽いノリで作り上げちゃったものがホワイトとレッドが好き、違う意味での好き勝手やっちゃってる感じだから、ちょっと変えていかないとなっていう。まあでもさっき会長とも話したけど、
別に俺の心が折れてるとかだったらそれが一番やばいと思うんですよ。俺がもうやる気が出ませんとかやりませんとかじゃなくて、ね、俺が崩れてないから大丈夫っていう。